石原雅也は、株式会社チャップの代表取締役、京都市出身、京都市立留地中学校、京都市立堀川高等学校を卒業、大阪写真専門学校を卒業後に、株式会社キッズカンパニー入社、映像の編集アシスタントから始まり、同時に FM ラジオの AD も担当。その後、23歳から、 FM ディレクターとして現場に携わるが24歳の時に編集チーフの退職に伴い映像編集のチーフとして時代劇や2時間ドラマ、CM などを手掛ける。主に鬼平犯課長、雲霧二左衛門、幻覚商売など小区京都映画のテレビ番組のビデオ編集を担当。1999年、ラジオチーフの退社に伴い30歳からは ラジオ制作部門のチーフとして移籍。数々の FM 番組、スターダストパレード、サニーサイドバルコニーなどを制作。2002年、33歳の時にフリーディレクターに転身。ラジオだけでなく、テレビ番組のディレクター、もっともっと、関西やビデオ編集、鉄板さらには、ミュージックビデオ、チャクック、エコシステムなどのインディーズバンドのプロモーションビデオも制作。 2014年2月株式会社チャップを設立ラジオやテレビ、イベント、ウェーブなど幅広い分野で事業を展開。ラジオディレクターとして2014年に ABC ラジオで放送された作品が日本民間放送連盟賞のラジオエンターテインメント番組部門の優秀賞。さようなら交通科学博物館とラジオ報道番組部門の最優秀賞。ダウン賞は不幸ですか 新型出生前診断スタートから1年ダウン症への思いを受賞。また、2016年にも日本民間放送連盟賞のラジオ共用番組部門で優秀、賞、重大優の大大阪を受賞。編集として、2015年から朝日放送制作、熱湯甲子園の感動動画も編集。2018年からは動画配信事業も手掛けている。 2019年には ABC ラジオ10.19から7時間33分の強くという作品でギャラクシー賞を受賞。ありがとうございます。